ウィリアム・ジョゼフ・ジョイ・ダンロップは来た、アイルランド、バリー・マネー出身のオートバイレーサー。ワールドチャンピオンであり、ヨーロッパで最も有名なライダーの一人である。2005年には、モーターサイクルニューズ誌によって、歴史上最も偉大なライダーランキングの5位に選ばれた。1992年マ万島 TT レースを始めたのは1969年。後に、 ダンロップのトレードマークとなる黄色いヘルメットとゼックン3はこの頃からのものである。マンシマ TT レースにおいて通算26勝を記録し、キング・オブ・ザ・ロードの異名を取った。1985年、1988年、2000年の大会ではハットトリックを達成。また、マンシマと並んでヨーロッパ有数の行動レースである。 アルスターグランプリでも24勝をしており、1982年から1986年までは TTF1 世界選手権で5年連続チャンピオンに輝いた。レースにおける業績によって1986年に、んベ勲章を受賞1996年には、ルーマニアのコ個ンでの人道的な活動により、OB e 勲章が与えられた。 ダインロップはしばしば自身が所有するレース、機材搬送用の輸送機に物資を積み込み、ボスニアとルーマニアの紛争地域に、衣類や食料を届けていたのである。これらの人道活動は、注目を引かないように、ダンロップの名前を表に出すことなく、行われていた。2000年、エストニア共和国タリンで行われた行動レースで 750cc と 600cc で勝利を収めた。 ダンロップは、続いて 125cc のレースに出場した。ウェットコンディションとなったレースでトップを走っていた、ダンロップであったが、突如マシンのコントロールを失い、路傍の木に激突した。即死だった。ダンロップの死後間もなく、エストニア政府は公式ウェブサイトで、追悼の意を表し、北アイルランドのテレビは、葬儀の模様を生中継で伝えた。葬儀には、 イギリスやアイルランドの各地からバイカーや関係者が集まり、参列者は5万人に上った。スネーフェルマウンテンコースに立つダンロップの像現在、その年に最も TT レースで活躍したライダーには、ジョイダンロップ杯が送られている。ダンロップの故郷であるバリーマネーには記念の像が建てられた。万島マ,マウンテンコースのバンガロー弁当を見下ろす丘には、 ホンダ VTR1000SPW に乗ったダンロップの像が建てられ、コースの26マイル標識のある26スマイルストーンにはジョイの名が付けられジョイ S とされた。アイルランドの出版社であるオブライエンプレスはフルカラーの追悼写真集を出版し、北アイルランドのロックバンドセラピーはダンロップを歌った上位という曲を収めた。 アルバムシェームレスを2001年にリリースした。ありがとうございます。